はい、エッチですねー。お帰りなさい。ありがとうございます。うーわ、大臣やったろ。来てらっしゃい。やってますよ。やってます。飲みますか。やりましょう。うわー、いらっしゃいませ。うぃー、久々ですね。本当ですよ。久々に山本くん登場でございます。ありがとうございます。ご来店ありがとうございます。ありがとうございます。これは、はい、今日は何やるんですか。今日はちょっとまあ鉄板があるので、うん、これちょっと料理を食べていただこうかと思うんですけども、うん、お飲み物から。とりあえず生ください。 あります。いや、あります。おいしょ。お願いします。いきましょう。くるさくなるぞい。大きさはとりあえずパイントで。はい。おいおいおい、いいね。飲むぞ。お願いします。久々に飲むんじゃないですか、山田さん。いや、ほんとよ。もう、肝臓がバクバクしてます。あー、ビールも喜んでございます。エッチですね。よいしょ。7対3ですね。7対3ですね。よいしょ。ありがとうございます。ヘイマチ、いいんですか。飲んでください。せっかくの久々のお酒を。じゃあ、ちょっとお酒。はい、いただきます。はい、キモい。キモい。くー、あ、大丈夫、行こう。キモいです。やっと帰ってきました。ただいま。ただいま。いや、ありがとうございます。お帰りなさい。ありがとうございます。山本くん、ついに、まあ、怪我がね、うん、約1ヶ月の休暇を明けて、はい、今回久々にご来店ということで、今日は山本くん料理の方もご提供して、うわ、たくさん飲んで向こう側に行っていただければと思うんですけれども、はい、どうなんですか、その、うん、もう飲んでも、うん、もう全然大丈夫ですか。大丈夫です。足の方は、足も感知してます、うん、もうガンガン飲めと医者が言っていませんでしたけど、そういう治療法、そういう、あ、もう全然痛みも全くないんで、うん、終わったよっていうことも、はい、じゃあ良かったですね。結構みんな心配はしてたんですけども、うん、撮影をするっていうのが、うん、まあ、YouTube のお仕事の一つだと思うんですけども、うん、もうそれを休んでね、その前めちゃくちゃ忙しかったから、うんうんうん、休み、いつが休みなんだろうみたいなぐらい、うん、土日もイベントがこう重なってあって、そうだね、ずっと走り続けてた、うん、楽しかったからまだよかったけど、うん、あれがもう嫌だったらもう多分この辺までかけてます、ね、いっちゃうね、うん、男性ホルモン強い強いおじさん。はっぱい。キャンパイ。いや、最高、超ビールうまい。これキャンパイヘジ、うん、今日はそうです。今日はリパブリューさんのキャンパーヘッジをつないで、うん、で今回もね、それを飲みながらちょっと鉄板焼きの方をしていきたいと思うんですけれども、はい、早速一品目食べてみましょう。お願いします。じゃあやってみましょうか。お願いします。いや、いいね、濃いですね。ここ油飛ぶから、そっかそれともいいかも。まずはどういった料理か、海鮮系とかあります？いや、今日は海がしけてたんですけど、うん、あります。あるかい。本日の食材がこちら、牡蠣ですね。牡蠣ですよ。大好きでございます。はい、牡蠣の香りがすごいよ。旨味すごいもん、牡蠣。牡蠣は好きなんですか？牡蠣は大好きですね。こんな牡蠣好きの山田君に僕、うん、カキバター醤油聞いてみたいと思います。タイビールに合うやん。薬剤師さんに聞いたら、うん、痛み止めとビールは、まあ、相性そんなに良くないから、うんうんうん、飲んじゃって飲んじゃダメですよ。僕は飲まなかったですけど、うん、そうだね。いや、よく我慢したよ、うん、もうもう美味しい。もうこれでいい。もう美味しい。今日もこれでいい。はい、もちろん。やばい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 。はい、じゃあここに先ほどちょっと水を一回切らせていただいた牡蠣を。ありがとう。
なんでこんなに美味しいんだろうね。ねえ、だからうまいよね、こんな感じ。ちなみにあの鉄板初めてなんで、勝手がわからないからちょっとあのいろいろね、不適合な部分があると思うんですけど、皆さんご容赦いただければと思います。大丈夫、ビール、あ、今ですか。もうちょっと待ってくれ。うわぁ、もう、まっ、うぉ、いやぁ、一人分しかねえな。おいおい、ちょっとちっちゃくなったね。そうだね、もともとちっちゃかったけど、うわぁ、香り付けでもうちょっと入れて、うわぁ、うまそう。これどこで食べていいんですか、僕は。そうです、お皿じゃなくて、そのままちょっと、はい、落ち。うーん、おい、ありがとうございます。ありがとうございます。用意してくんね。うせえやな。いただきます。いただきます。うん、うめえ。うまい。うわ、ちょっと待って、5000個ぐらい食えそう。うまっ。うん、泡が多いです。ヤマト君飲ませたくないのかもしれない。ああ、こいつが。やばい。やばい。やばい。最高だね。どう。覚えたけど旨味が結構ある。うん、うん、どうなの、普段の生活に戻って、うん、また酒を飲むようになった感じは。そうだね、酒めちゃくちゃ好きだったけど、うん、飲まない時期がそんなに俺意外と苦しくなくて、うんうん、アル中だろうみたいな結構コメントとかあったけど、うん、意外とそんなに依存度ないんだな自分。飲まなくても全然寝れるし、そんな不安になったりとかないし、意外と自分お酒マンって名乗ってたけど、うん、あの意外と、うん、あの精神的にとか内臓的に大丈夫なんだ。パチンコやめたい人はいつでもやめられるって言ってるようにしか聞こえない。でも本当に多分肝臓も体も休められたし、飲めない期間が、そうですそうです、愛を育ったんですね。確かに。次の夜じゃあ、うん、行っちゃいましょうか。お願いします。うまくない俺の時より。いや、頑張ってる。あ、まあ、あ、5対5ですね。ごめん、ごめん。次行きましょう。お願いします。お次の料理なんですけれども、はい、奮発をして、はい、国産の牛肉を買ってきました。お、いいですね。あ、その半額だから、うん、最高。今回の食べ方は、はい、何と思いますか。赤身のこの薄切りってことはしゃぶしゃぶか、はい、すき焼き鉄板ですか。今回なんですけれども、はいはい、まずはみっちゃんも、みっちゃんですね、割らせていただいて、はい、そう、先にこの卵を溶いておかないと、はい、危ないことになるんで、溶いていいですか。はい、じゃあもうやらせてくださいよ。それもやってくれるの、はい、溶くのもやってくれるの。もちろん、ここはそういうお店なんですよ。あ、なるほど。給料もらえなくなっちゃう。アルバイト代が、はい、これを、はい、だしになるとこの段がだいぶくっついちゃってるんですけど、はいはいはい、回収して、うん、ここにですね、うん、装備のすき焼きのタレをかけて、香りやば。あ、だしがすごい香りね。うん、よし、うわーい。え、これをこの溶いた卵でやってください。いいですか。じゃあいただきます。はい、どうぞどうぞどうぞ。やば、いただきます。はいよ。うまいんだよな、本当に。
うまっ、うまじい、うまじい、最高最高、めちゃくちゃうまい。うまい、最高です。大丈夫、 OK、 ありがとうございます。めちゃくちゃでかいわうわー、結構一瞬火が入った、うん、うわーうわー、いい香り。大将いっちゃってくださいよ。いいですか、じゃあ、はい、一緒に食べましょう。半分いって、うん、いいですか。おもてなし精神がすごい。たまんねえなおい。じゃあ自己失礼して。うわ、味の香り半端ない。うん。じゃあ次の料理いっちゃいましょうか。まだあるんです。今前菜です。前菜終わった。お願いします。リングを一発やりましょうか。最後の締めつける前にいただいてもよろしいでしょうか。どうぞどうぞ。いやーもう飲まなきゃやってらんないっていう。そうですね、そういうことですよ。エッチですね。泡がすごいやります。あー気持ちいい、酔っ払うね、久々。うん、山本君の大好きな食材といえば、はい、富士宮焼きそばですよね。もうそうですね、これはまずは肉かすの方を炒めて、はい、そこからこいつから油を出すわけですね。油と旨味が出ますからね、うん、濃いですね。あ、くせぇくせぇ、もともと背脂を揚げてるやつだからね、豚の背脂なんだ。うん、お酒の方は足りてるんですか、マスター。ください、ください。いやー今日酔っ払う。 7.5% ですからね。ねえ、乾杯平時という魔物はやっぱ生がいいよね。ね、乾杯平時はまあ何でもそうだと思うんですけど、フレッシュな感じを味わえるから。うん、これをリパブリューの、ね、直営店が三島と沼津にある、うんうんうん、そこに行けば
タイミングがあれば飲める。はい、くぅー、ありがとうございます。泡よ泡、まあ、ちょっと落ち着けば。はい、キョブ、お帰りください。ありがとうございます。ありがとうございます。手がおぼつかないです。酔っ払ってきた。酔っ払いますよ。結構酔っ払いますね。うん、あ、いい。どうですか先生。いや、いい手出てますね。もうちょいですか。俺はもうちょいだけど、うん、あのケンイチ君が好きなあの富士宮焼きそば屋さんあるじゃん。うろいてですね。あ、うろいて。だからそれの焼き方をこの前見てきたって聞いたんで、もうそれに準じてもらっても僕は、はい、結構そのお店によって焼き方とか違うらしいんだけど、うんうん、美味しいよね。そう、最高に美味しいんです。うどん行きてー。うどんに行きますか。そうですね。見てますか、うどん屋さん。ね、俺ら大ファンだから。うん、どうですか、そろそろ復活の具合は。いやもう僕の好きな揚げ具合、もう上がるんだよね、この自分の油で。そうですね、自分の油で。これはそのままで大丈夫ですか。はい、ここに豚バラを入れて、よいしょー、その野菜の方に入れさせていただいて、はい、いい飲み、あ、事務所作りましたね、本当に。いや、飲み、あ、事務所ね。火通ったらもうやばいんじゃないですか、山田さん。いや、いいね。自分の焼きそばどんぐらい、まあ、研究してたの、一時期研究してたね。まあ、なんかその富士宮出身の友達も結構多かったから、うんうんうん、そのどうやって焼くのかとか、結構そのお店独自で違うんだけど、家庭でも違うと、家庭でも違うとか。でも行き着く先はやっぱ家で食う自分たちのお好みの富士宮焼きそばが美味しいらしい。富士宮焼きそばはいつ食べてもうまいんです。いいんですよね。おお、ぽい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 でしょ。おう、わ、ここにストップしてください。うん、ストップ。あー、うわー、うー、気持ちよすぎたい。これもう宅飲みですからね。ただのね、事務所でただやってるだけですもんね。うん、うーわう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 わ、これはもうここにですよ。嘘だろ、嘘だろ、うーわ、ごめん大和、お帰り、そしてさようなら。これは、はい、うわ、見たことある。これ潤うやつでしょ。そう、これ今ちょっと火消してあるんで、はいはいはい、ちょっとこの中で卵できると思うんですけど、富士宮焼きそばといえば、はい、こちら、だし粉ですね。だし粉ですね。取っていただいていいんですか。はい、これは熱々のうちに食べていいんですか。褒めてます。いただきます。いただきます。よいしょ、いただきます。うん、美味しい、最高。これ鉄板焼き上げはできないね。もちもち、そう、もちもちなんで、うん、あるんだよね、うん、水がいいんだと思う。うん、まっ、自分も失礼させていただいて、あ、痛い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 
黄身も絡まったところを。いい音した。うまっ。でこっちの部分で、うん、事務所ですよ。事務所です。最高だね。あ、クラフトビールも飲めて。うん。鉄板焼きができて、ご当地のね、うん、ご当地飯を食えて、お父さんの飯食えて、事務所ですね。うん、事務所です。ありがとうございます。こんな事務所を作ってるで、うん、まあもう楽しいのが一番ですよね。うん、楽しいに特化しすぎたらこんな素敵な場所ができたっていう。うん、そこからのこのスタジオ、うん、どういう風になってるのかっていうことを、うん、次の動画で紹介していきたいと思いますので、うんうん、ぜひぜひ、あの山手の会議祝いというところなんですけれども、はい、ここでも撮影をしていきつつ、うん、キャンプの動画をメインとして、そうだね。もう大丈夫ですか、キャンプは？もう全然行きますよ。うん、そうだね、1ヶ月あるんで、ぜひあの楽しんでいただけるように僕ら頑張っていきますので、はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張る。決まり。ああ。食べよう食べよう。